いらっしゃ。太田。よう、元気そうだな。阿波野の兄貴。なんでここに。座ってろ、錦山。こいつらに見覚えあんだろ、桐生。その説はお世話になりました、桐生さん。お前ら戦友やな。お前らが織田をやったのか。その前にお前がうちのしのぎ邪魔したんだろ。立花不動産で言え、こそこそ東洋会に盾ついてる連中で、組抜けて早々お前もギリってものが分かってねえ。親父、ここは俺が。こいつ知ってるか。うちの岡部ってもんだ。例の戦友屋のしのぎはこいつの仕切りでな。かわいそうにおめえのせいでけじめつけちまった。おめえ今度は何やらかした。下っ端が口を挟むんじゃねえぞ。おれ、うん、錦いいね。俺がこちらの片木さんと話してんだろうが。錦山よ、ガキがシャシャレ出てくんな。錦山は関係ねえ。こいつとはたまたま居合わせただけです。ふん、慌てなくても次はてめえだ。ねえ親父、もうこいつやっちまっていいすか。こいつの面見てるだけで俺らはもう。おう、片木の皆さんに迷惑かけねえようにな。店の外でやれ。ほら、ここで錦山と飲んだら、美人のママも一緒にな。おう、来いや、キリュウ。すぐに戻る。おい、そんじゃこっちはこっちで楽しくやろうや。ねえ錦山。